はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。今回プレイしていくのは、ディズニーマジックキャッスル2マイハッピーライフということで、続きをやってみたいと思います。前回はですね、ミニーちゃんの家に行ったりミッキーの家に行ったりと、まあ自分の家をもらって、自分家の周りを探索したというところなんですが、その最後にですね、ドナルド・ダックの服装をしていた自分に帽子をもらってですね、パーフェクトコーデなるものになったので、今回はですね、このパーフェクトコーデを持って住民の人たちにいいねを4回してもらうというのが最初のミッションというかね、目標になりますので、この辺りに住んでる住人を探していきましょう。誰かいるかな。お、いるぞ。やった、1個素敵ねってしてもらった。こういうことなんですね。ってことは、とにかく人を見つけたらとりあえずいいねをしてもらえそうです。あと1人かな。あ、結構こういうところまでジャブジャブいけちゃうんだ。びちょびちょになっちゃいそうですけどね。いいねをしてもらって、ミニーちゃんのリボンのシールをもらいました。6個目のシールですね。どう、みんないいねって褒めてくれたでしょ。これからもいろんなおしゃれを楽しみましょうね。そうだわ、おしゃれといえばもう一つ忘れちゃいけないものがあったわね。私、あなたを案内したいところがあるの。今から一緒に行きましょう。楽しいものを売っているショップワゴンよ。お金持ってないだろうな、きっと。さあ、ミニーちゃんの後についていきましょう。私、お買い物大好きって言ってますね。ショップワゴンがどこにあるんだろうか。こっちだな。42シールとか、なんかほど遠そうだな。はい、はい、はい、はい。ただ、ミニーちゃんの後をついて、ワールドバザールに戻ってきましたね。ワールドバザールって合ってんのかな？私が案内したかったお店はここなの。どう？とっても可愛いお店でしょ？まだあんまり可愛いさが伝わってこないですけど。何を売ってるんだろう？シールの封印を解きましたよ。いきなり店員が現れた。いらっしゃいませ。ここでは思わず手にしたくなるような楽しい商品を扱っているんですよ。どうぞご覧ください。せっかくなものを見てるだけでも楽しいけど、お買い物を楽しみましょうよ。今日は私から仲良し記念のプレゼントよ。やったー。ちなみに、このショップワゴンの品揃えに関しては、お店で売っているアイテムは1日4回、午前と午後の6時と12時、時々チェックしてみようということで、まあ、4回入れ替わるようです。当店のみで販売、カラフル風船をどうやら買う流れになっているようですね。で、ハンドアクセは身につける場所を選ぶで選択して、ハンドアクセから、装備することができるということのようです。
早速じゃあこの風船を身につけましょう。ここでもシールをゲットしましたね。7個目のシールをもらいました。あら、こんにちは、スクルージーさん。スクルージーダックおじさんじゃん。お金持ちですよね。やあミニー、元気かね。おや、見かけん顔じゃねえ。お前さんは誰かな。ふふふ、紹介するは新しい友達のパーちゃんよ。今度からキャッスルタウンに住むことになったの。ほほう、そうか、わしはスクルージーじゃ。スクルージーはドナルドのおじですね。わしはこの通りで大きなデパートを経営しておるんじゃ。あのディズニーシーにスクルージーダックのデパートメントショップってありますよね。あのダッフィーとかシェリーメイちゃんとかのグッズも売ってる、リドアイルのやや後ろ側っていうんですかね、アメリカンウォーターフロントに向かうところの、まあ、V 字になっているような、 Y 字って言った方がいいかな、 Y 字になっているところの、真ん中にあるお店がスクルージーダックのデパートメントショップ、そこを経営しているこのスクルージーダックおじさんが出てきました。で、スクルージーダックおじさんから一っ走り行ってドナルドの様子を見てきてくれんかねと言われましたので、これから、ドナルドのところに一っ走りしていきましょう。何かスクルージーがドナルドに用事を頼んでいるようなので、ドナルドに早く用事を済ませるよう伝えておくれということですね。ドナルドの家はあなたの家のすぐ近くよ。海の上にある船の形をした家だわ。すぐにわかると思うわよ。それじゃあ行ってらっしゃい、パワちゃん。ドナルドのボートハウスはあのディズニーランドのトゥーンタウンにありますね。前回ちらっとそのドナルドの家を訪問しましたけど、その時に見た外観だとかなり、ディズニーランドのトゥーンタウンにある実際のドナルドの家にかなり近い、忠実に再現された感じになってますね。見えてきました。これがドナルドのボートハウス。シール7個持ってるので封印を解いて先に進んでいきましょう。あれ、お客さんかな。ドナルド中にいるようですね。ごめんね、僕今手が離せないんで、悪いんだけどドアを開けて入ってきてくれるということですね。不用心ですね。まあただ中に入ってこいっていうんで入っていきましょう。あ、ドナルドの家かっこいいな。で、ドナルドはどこにいるんだ。そこの階段を登って手前に出た甲板にいるよ。なるほど。じゃあ早速上に行きたいんですが、階段を登るのが難しい。階段を登って外に出た甲板にいるということなので、ドナルドいるかな。お、釣りしてるな、ドナルド。釣り竿がどっかに行ってしまった。パワちゃんじゃないか、よく来てくれたね。僕の家にようこそ。わわ、僕にスクルージーおじさんから伝言。うわ、おじさんがそんなことを。おじさんたらすっかり待ちくたびれたみたいだな。実は今スクルージーおじさんに頼まれて魚釣りをしていたところなんだ。魚を釣るといろいろなものが手に入るんだけど、スクルージーおじさんは銅のバブルっていうのがいくつか欲しいんだってさ。あとちょっとで全部釣れそうなんだよ。そうだパワちゃん、よかったら一緒に魚を釣ってくれない？ぐわぐわ、大丈夫大丈夫。釣り方なら僕が教えてあげるよ。ほら、これをあげるよ。まずは釣り竿がなくっちゃね。ちょっと古いけどちゃんと釣れるよ。やったー、一人前の釣り竿を手に入れた。僕の家の看板はよく釣れるポイントなんだ。さあ、早速魚釣りを始めよう。頼まれた銅のバブルはあと3個だよ。頑張ろう、パワちゃん。ということで、いきなりなんですが、
魚釣りをすることになりました。A ボタンで浮きを投げて魚がヒットするのを待と、浮きが沈んだら A ボタンで釣り上げようということですね。なるほど。じゃあ魚釣りやってみますか。まあ、この辺りはね、モンハンの釣りとかでかなり慣れてる方だと思うんで、サクッと3匹釣り上げてやりましょう。さあ食いつけ、来るぞ。釣れたかな。お、釣れたぞ。プレゼント魚、全長44センチ。おお、大物だな。お、そして銅のバブルをもらいましたね。じゃあ逃がしてあげましょう。じゃあ今度はこの辺り、ほい、わ、ちょっとタイミングが早かったか。ペイントをかけてきますね。なんかフグみたいな釣ったぞ。飾りガンに全長32メートルを銅のバブルをくれました。あと1個だな。さあ、最後の1個釣れるか、サクッと。どっか行っちゃったかな？戻ってこい。よし、見てるぞ。プレゼント魚だな、これは。43メートル。よし、銅のバブル3つ手に入れました。よし、これでドナルドの手伝いをしましたね。魚釣りの名人だね。さて、これからデパートに行って頼まれていたものをおじさんに渡さなきゃ。ねえねえ、君も一緒にデパートに行かない？君から渡した方がおじさん喜ぶよ。よし、そうと決まれば急いでデパートへ行こう。そうだ、途中まで僕と競争しようよ。負けないぞ。っていきなり競争か。ここまで競争なんだな。早いな、ドナルドのやつ。くそー、ドナルドに負けた。ドナルド早し。なかなかいい勝負だったね。ドナルド足速い。うわ、ここは工房なんだ。今は閉まってるけどね。家具を作る機械が故障していたって噂だけど、きっとまだ直ってないんだな。あの、いたずら者のリスたちきっと困ってるだろうな。これ、チップデールのことだな。さあ、早くデパートに行きましょう。クラリスとかも出てくるんですかね。デパートはどこにあるんだ？あ、ここがデパートなんだ。よし。ここはエンポリアムの場所ですね。リアルなディズニーランドで言うと。さあ、早速中に入っていきましょう。おじさん怒ってるかなということですが。8つ目のシールをもらって封印を解いていきましょう。
お、ヒューイ・デューイ・ルーイが走ってきた。ヒューイ、いらっしゃいませ。デューイ、あれ、ドナルドおじさんじゃないか。ルイ、なんだ、悪役さんじゃなくてドナルドおじさんかと。まあ、この辺の扱いは、なんか、ほのぼのとしてるというか、ちょ、微笑ましいですね。そして、奥にスクルージーダックおじさんがいますね。で、僕の友達のパワちゃんさーということで、ヒューイ・デューイ・ルイに、パワちゃんをドナルドが紹介してくれました。はじめまして、僕はヒューイ、ファッション売り場の担当なんだ、よろしくね。で、続いてはデューイですね。家具売り場を担当しているそうです。そして最後はルイ、雑貨を売っているんだということで、雑貨担当みたいです。なんだか賑やかじゃなということで、スクルージーおじさん、このデパートのオーナーがやってきました。お前たち何を騒いどるんじゃ。やあ、スクルージーおじさん、お待たせ。頼まれていたものを持ってきたよ。おお、ご苦労じゃったなとなると、少々時間がかかったようじゃが、思ってたより魚を釣るのに時間がかかっちゃったんだよ。でも、パーちゃんが手伝ってくれたから、こうして無事手に入ったわけなんだ。そうじゃったのか。手間をかけたな。ありがとうよ、ドナルド。これもパワちゃんのおかげじゃな。ありがとう。ということで、スクルージおじさんが感謝の気持ちを、言葉にしてくれました。ふんふん。スクルージおじさんの家は商品を売るだけじゃないんじゃ。わしはリサイクルもやっておってな。不要な品があればペコスと交換してあげるぞ。ペコスってなんだっけ？お金のことかな、ペコスって。あ、やっぱりお金みたいですね。お店で買い物をするにはペコスが必要だと言っています。へえ、いらないものはじゃあこのスクルージおじさんにも渡せばペコスがもらえるみたいですね。じゃあ早速そのペコスを。これで、シールをさらにゲットしました。さあ、このペコスを使って早速なんか買いますか、じゃあ。買い物を楽しんだら、外に出ようと。必要ペコスが、卵の実150。水玉チューリップ。この辺は家具なのかな、いわゆる。この辺はスクルージおじさんの絵がひたすら飾ってありますね。ここら辺は何なんだろう。ピノキオな本、リボンバスケット、リンゴのバスケットか。何してるんだ、この人たちは。並んでるのか並んでないのかよくわからん。まあいいや。特に欲しいものないんで出ましょう。デイジーじゃないかということで、デイジーが来たぞ。あ、そういえばデイジーなんか仕立て屋さんかなんか開店準備してるって言ってたな。実はね、今日仕立てを開店する予定なのだけど、おめでとうデイジー。ありがとう。開店する前にお店をきれいにしたいのだけど、必要なものがなくて困ってるの。ドナルド、私を手伝ってくれない？もちろん任せといてよ。僕が手伝うのが得意なんだ。さっきもスクルージおじさんの手伝いをしてきたところで、この僕ひとっ走りして何とかしてあげるからさ。まあありがとうドナルド、パワちゃん。俺も手伝うことが決定してるようですね。シャボンのバブルと白いマーガレットが必要なの。オッケー、必要なものは2つあるんだね。すぐにシャボンのバブルを取ってくるからね。白いマーガレットはパーちゃんに任せた。なるほど、白いマーガレットって何なんだろう。はい、じゃあ早速白いマーガレットを手に入れてあげたいと思います。で、デイジーに話しかけてみましょう。
レイジーのお願い事を聞いてみよう。あなたも巻き込んじゃってごめんなさいね。でももし引き受けてくれたらとっても助かるわ。引き受けてあげましょう。白いマーガレット1個渡すとコットンの葉っぱが3つもらえるようです。引き受けましょうか。私はここで他の準備をして待っているわ。ちょっと待ってくれ。白いマーガレットがどこで手に入るかぐらい教えてほしい。全くわからん。白いマーガレットはどこにあるんだ。とりあえずグーフィーの畑にでも行ってみようかな。あ、これが白いマーガレットだな。白いマーガレットを手に入れましょう。やったー、早速白いマーガレットを手に入れたぞ。ついでになんかあるんで、コットンの葉っぱ、今からもらうコットンの葉っぱをさらに手に入れてしまった。コットンの葉っぱって相当いらないものの予感がする。それともなんかあれですかね、きっと物的に名前的にコットンっていうぐらいなんで、なんか服を作ったりするときに必要なものなんですかね。仕立て屋さんのデイジーがくれるものだし、まあ、ちょっと仕立て屋さんに渡して、デイジーに渡して様子を見ましょうか。お願いしたものを持ってきてくれたのねということで、渡しましょう。で、何してくれるんだいデイジー。お、ドナルドもやってきたぞ。もう持ってきたのかいということで、そうなんだよ。で、ドナルドも、お願い事を持ってきて、どうなるんだろうか。そうだね。ぜひデイジーの仕立て屋さんの中を見させてもらいたいと思いますが、ちょっと長くなってきたので、その肝心のデイジーのお店の中についてはですね、次回詳細を見ていきたいと思います。今回は、魚釣りをしたということで、一旦ここで、終わりにしたいと思います。